はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。いやー、ワンナイトをね、こうやってね、もうこんな美女を前にして、悶々としているレオンさんです。だって、もう女ったらしイコールレオンじゃないですか。ね、もうありとあらゆる美女をたぶらかしてきてね、もう上はエイだから下はシェリーまでというね。いやー、大きなメロンが2つ。まあ、あの、上の真ん中のね、レボンリボンだけじゃなくてさ、ほら、ね、ちゃんとその下の2つの果実もプル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 揺れてっかんね。ほら、またプルンって。たまらん近いしょー。ただの変態味になってるけど。ということで、続きやっていきましょうか。あ、ピコピコピコ。あ、なんだこの元々試合。There's a lab where we can remove the parasites. ああ、これあれか、ロケランぶっ放したからか。どういうことか。大変なことやってんな。Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. 山頂。That's where I'd look. 聞きながら。あれなんか、見てる？そうなんだよね。Happy to help. Now you owe me. オープン。で、あ、そっか、このチャプターって結構、長かったんだっけな。だから干物になっちゃってんだろうって。あれここはちょっと待ってよ。穴が。うん。そうなんだね。完全干物になってるね。ブラックバスもね。You got it? あの、琵琶湖でブラックバスとかね、なんか釣ってる人たちとかいるけど、うん、ああいうのもなんかどうなんだったっけ。なんか害虫なんて言ったらいいんだろうな。あれも外来魚熟か。あんなのにね、なったりとかするのかもしれないけど。オープンセサービー。これでも頑張ればなんかレオン自分で開けれるんじゃないか。ねえ、鍵開かす、開けなら任せて。了解。オープンキントークン。あ、キントークン、これで何枚目や。でも言う、あー、結構アイテム埋まってんな。ほい、あ、ブラックマス食っとくか。で、体力回復。Hello, stranger. I've got some new items in stock. Come take a look. いいよ、見ていくよ。見ていく。ちょっと待ってね。はい。Welcome. 腰が痛すぎて、あれじゃん、もう完全に。ねえ。見ちゃ、あ、レベル3。五連真珠、黄金インガー、水晶。Ruby's all rubbish. It makes no difference. Okay, stranger. I'll pay a pretty penny for that. あれ、ここ、あ、そっか、ここら辺はあれか。あ、預けてるアイテムか。OK.このチャプター何があったんだっけ？あ、なんか長かった気がする、意外と。クラウザーまで行くんだったっけ？もう、一周しかしてないとね、さすがにまだ、あれ？なんかブラックバス2匹もいたっけ？頭の中にね、そこら辺がね、頭の中の消しゴムだからさ。Thank you. こう、やっぱり人間ってさ、こう、シングルタスクじゃないですか。あっちって。ねえ、頭の中がシングル、あ、3枚ある。ちょっとこれ、チャーム取りに行ってこう。ね、なチャプター長いとか言っときながらね。そう、人間の脳ってまあ皆さんあのご自身のさ、何て言うんだろう、頭で考えてもらったら分かると思うんですけど、あのあれっすよ、例えばナルトみたいにさ影分身ができるんだったら、そのね、右見ながら左見てとかできるけど、通常の人間、ああ外れ、右見ながら左見るってまあできないわけじゃないですかね。うん、で、そうやって脳みそも一緒で、まあ、前見ながら後ろ見ることできないのと一緒で、右見ることもで、右見ながら左見るのも無理っていう話で、要は、なんだろう、一つのことを考えながら別のことをやったりとかってなると、どうしてもその集中力がそがれちゃって、まあ、あんまり記憶が定着しないと、だから音楽を聴きながら、なんかこう、勉強するとかね、うん、あるいは、その、YouTube を見ながら本を読むとか、なんかそんなことをしても、なんか YouTube で何見たっけっていうのもわかんないし、その勉強で何したっけっていうのも覚えてられないという、まあそういう感じなんですよね。うりゃ！すごい。映像にちゃんと入るんだ。爆発物陳列剤が。で、ここの上になかったっけ？あれ？上に、あれ？ないの？ちょ、ん？いや、あるな。あった、あれだ。Awesome! すごいでしょ？惚れた？いいよ、パフパフしてくれても。なんか、すごい、カッチャンカッチャン言ってる。で、あれ、こっちの方に、あ、そっか。
あれ見てないから、まあいいや、もうあの依頼は今回はパスします。で、あーそっか、これすでにあんのか。ロケランじゃ破壊できなさそうだね、あの壁ね。おい、バレた、バレてない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 よね。うん、大丈夫かな。そうだからゲームしながらさ、こうやってこうなんかいろいろ喋るって実は結構至難の技というか、脳を使うというか、だからゲーム実況者さんって毎回すげえ難しいことやってんだなっていうことを、だから自分がゲーム実況をやってて改めて気づかされるっていうね。だからとっさのなんかさ、こうリアクションをさ、うわーとかうぎゃーとかってさやるのとかっていうのは、まあまあそれは反射的な話だから、あれってもう全然脳みそ使ってないから、まあ皆さんも経験あると思うけど、熱いもの触った時とかさ、とっさに手引っ込めんじゃないですか。だから普通はさ、脳が、あの、何か物を触りました。で、脊髄を通って、で、これに対してどうやって反応するのかっていうのを脳が指令を与えてとかってなるけど、あ、じゃあ脊髄通るじゃねえや。あの、神経通るだ。うん。で、反射の場合はその脳の命令を通り越して、命に危険を感じている状態になるから、その熱いものを触れるとかそういうのっていうのは。ね。だから、こうやってロケラン発射するんですよ。違う違う。ロケラを発射するとかってそういうのじゃないんだけど、完全に首がちぎれちゃってんね、かわいそう。そうっていうのがあっから、あ、どっかで火、あ、これ OK、 そりゃアシュリーもこうなるわな。そうだからさ、あのねえ、とっさのこの怖い瞬間とか、この間、それこそこの間のアルマデューラの時がさ、僕、うぎゃーってめっちゃ叫んだじゃないですか。あ、あんな感じ、あんな感じ、あんな感じになるんだけど。Hang on. OK。ね。で、これ行くと、また確か、あれだよね。変態。美女に群がる変態どもがなんか走っていくんだよ。ほい。近い、あ、しまった。やんの忘れてた。アシュリー、おいで。うん。忘れてた、忘れてた。You heard? はい。なんだ ？I'm good. Thanks. アシュリー、自ら射線に入ってこないで。危ないわよ。そう。だから、フリータイトークとかしながらさ、喋るって、実は、相当難しい行為、行動なんですよね。だから、俺昔人生相談やりながらゲーム実況やってたけど、あんなのよくやるよねって思ったよね。うん。まあ、あれはね、まあ、ただ、慣れ親しんだというか、もうやり慣れたね、ゲームの数々だったから大丈夫だったかもしんないけどね。俺がさ、今回やってるような、初実況で初めからさ、初実況しながらの、あの人生相談とかだったら全くもってこう頭回ってなかったと思うよ。この害虫駆除ってやった方がいいの？まあ、いいか別に。で、なんかあの、一応なんか A ランクじゃねえや。ハードコアを5時間半以内にクリアしたら A ランクになるみたいな、なんかそんなんがあったっぽいけど、もうちょっとさすがに、残念ながら5時間半は無理だった。すでにここでの時点で5時間くらいになってたから、うん。ちょっと5時間範囲内のクリアっていうのは難しいのかもしれないね。あ、やってきた。おかえり。で、これどうする？ F か。We go at the same time. おっそ！ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。No problem. This time for sure. あのね、あれ？ One more time. あ、珍しい。アシュリーがミスってる。かわいい。いいよ。Now! Now! Yeah! で、あ、ここか。お、あ、ちょっと待って、なんか宝物。逃してる。こういう こすい小銭稼ぎだけはしていく。ああ、汚いエメラルドだろうな。緑っていうのはあれか、この汚水のせいで着色した色になっちゃってるのか。で、オープン。これ一撃で死ぬのかな、どう思います、やってみようか。おい、死なねえし、死なねえ、そもそもが死なねえ。おい、
What the fuck? What the fuck? Die, you stubborn son of a bitch. あれ、まだ。おお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 お。これアシュリーやばい？アシュリーやばくないか？今回あれだよね、第2夜がやばいよね、ほんとこいつのね。うん、初めてやった時にまさかダメージ食らうとはみたいな。まあでも確かに針がねピュン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 飛んだらそれはダメージ食らうわなっていう話だよね。あーいけた。あー、あ、これギリッギリだ。毎回ギリッギリだ。あーで、ここか。あ、あーごめんネズミちゃん、ごめん。でも仕方ないよね。あ、そういえばこれあったな。ちょっとアシュリーにお願いすか。頼みます。こ、そういうのに得意不得意ってあんのか。あ、ちょっと待って、早くやって。え、やってくんない？アシュリー No problem。 1回目で指示に従わなかったからちょっと怒ってんじゃん、レオン。こんな短期だったっけ、レオンって。あれ、怪獣ってあとどこにいたっけ。ロケランがこの仕様になったのってやっぱ RE2 からだったっけね。え、まあ撃ちやすいけどどうだろうな。やっぱりまあパンツ覗ける仕様じゃなくなったし、まあ別にこれでもこれはこれでいいのかな。ちょっとよくわかんないけど、ここの、ほい、ああ、コウモリは無敵なんだよね。不思議だよね。え、はぁ、ゴミにまみれたハーブってなんかね、やっぱチュ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 ってる。あ、いたいた。おい。オッケー、害獣。駆除見た。オープン。で、こっから来るから。ほい。アイ、エス、バー。来る？あ、バイバイ。オッケー。さあ、また来るか？来たねー。えい、もう、ここ、めちゃくちゃ苦しまされたからな。もう来ない？はい、オッケー。いや、thanks。あ、そういえば、下いたんだね、ここにね。で、進化する。ディン、ディン、ディン、ディン。あれ、また来る？やばいやばいやばい、来てたっけ、そういえば。あ、オッケー。あ、跡形もなく消えた。あれ、今回跡形もなく消えた。追加で来んのかよ。聞いてねえべ。急いで戻ろう。これしかもあれだよね。戻ってる時に敵来てたらさ、アシュリーが連れ去られてっから、これ戻れなくなって、キャーって、逆にキャーってどうすんのって。なんか誰かのプレイで、こう敵だけ倒して、で、ここアシュリー、あの、なんだっけ、アイアンメイデンを乗せて落とすみたいなワンシーンとかもやって、あ、それ上手だなと思ったけどな。これ、これどうしたらいいんだろうな。あ、もうすでに4つもいってる。無理か。あ、ん？ 4。3。4。3。4。3。3。0。4、3、2、1、2。無理か。さすがにこれはこうか？ 1、1、1、1、1。わー、これちょっとわかんなくなりそうだな。こっちの方がいいのかな？ 3、2、3、2、4。3、2、3、4、2、え？ 4、あ、じゃあ4にしといて、からの5の、3、2、3、5、5の、1。え？ 2、2、2、5、3、2、3、5。パワー！無理。あと1か。0になっちまったよ。え、嘘？ 5 の 0。 あった、いけたいけたいけた。よしよしよし。
あのね、これ、まあ、あの、真ん中のなんかその模様のところ全く見てなくて、全部ね、あの、数字しか見てない。こういうの苦手というか、ダメというか。ほい、よいしょ。あれ生きてる。待って、おい、いて。いた。生きてるーって素晴らしいー。足、うおー、うそー。あら、爆発資産しちゃいました、アシュリー。あらららら。ら。こんなことが起こるとは。コーヒー飲んで落ち着こう。うわー、まずいコーヒー。あのね、ちょっと喉まだやられてて、あれなんですよ。トローチ舐めてて。うわー、マジかよ。やり直しかよ。こっからか。うわ、あそこで死ぬ、マジで。ここ。したいねえのかよ、今は。マジか。蜂めんどくせえな。ネズミ生き返ってるしよ。ほれ。あれ？オッケー。そっか、ネズミ蘇っちまうのか。じゃあ、仕方ないよね。ほれ。あいってー！なんでそうなるの？ほれ。あいった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 。もうなんかもういろ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 むちゃくちゃだ。ほれほれ。オッケー。あれ、これ落ちた？ん？アシュリー、are you alright？ あ、違うね違うね。あれ、なんか向こう明るくなってるかどうか分かってないんだけど。これ来た？で、来るでしょ？なんか死体増えてるし、なんか死体が急に生えてる。で、またもう一体追加されてるね。あ、外した。オッケー。で、こいつと。で、どっか行った？どっか行った？これ直接？あ、無理だね。あ、いった。くそったれい！そう！なんか、いろいろとこうなんか表たんとちゃうっていう状態になってる。ごめんね、アシュリー。ちょっと、あの、お兄さん、危なくないのにこっち使うわ。いやー、マジか。やっちまったな。そういうこともあるよね。え？ってことは、またこれやり直し？ You're welcome. もういいや。あ、めっちゃくれるやん。どうしたっけ？こうしてたよね。で、どっかで、うわ、覚えときゃよかった。しまった。ちょっと待って。全然増えないんだけど。んで、うそん。あ、全く反応しないってこと。これ、外れなのか。3、2、4。3、2、3、4。あれ？5、2、2、2、5、5、1、4。あ、端っこ行った。で、2、1、2、4、3、2、3、4。上、3、端っこが行かなくなったね。これでどうだ。こちらで無理ですか。4、3、違う、こうは必要で、で、3が、あー、無理か。これでいかないもんね。どうしたらいいだ？あれ、一番上がどうなってたっけ、そもそもが。こうだっけ？でもこれ動かしちゃうと、端っこが空いてるね。あ、行った。違う、何してんの。ほい。オッケー。このチャプター長くなりそうだな。
初めて区切るか。でも区切るのももったいないしな。ワンチャプター、ワンチャプターごとでやっていきたいよね。うにうに生えてるしよ。どれ？初めからこうしとけよかった。やっぱハイリスクハイリターンだな。ロケラ。おう、そうだ。あ、どういたしまして。Well done. Well done. Well done. You've proven yourself reliable. Got a selection of good things on sale, stranger. でもねえよ。I'll buy all. Well, well. いらないか。I can certainly do something. こいつ、こいつ、こいつ、マン。Thank you. あと、チューンナップぐらいしかないもんね。あ、そか、これがいけんのか。耐久で。そうだ、やっと戦わなきゃいけないから。OK。Welcome back. End time. 違う違う。これをロケランで破壊するっていうことはできない。あ、これが受け止める。ひょい。あれ、これ自分で降りてきてなかったっけ？いいえ。お尻が気持ちいいからいいよ。揺れてる。はい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 。レオン。はい。レオンです。Look. Look. That's a lift. Lift.If we could do something about this wall. 壊してみせましょう。ただ壊してみせたいんだけど、ちょっとどいてね。発射用意。うりゃ。あ、なんか削れた。気のせいだね。あ、やっぱやんなきゃいけないのか。くそ。しゃあない。最近の女子大生の必修科目、クレーン車を操作するってやつね。はーい。I got this. OK, OK.じゃあ一緒に移動しましょう。でもここに入ってる間はロケランどんだけ激しく動かしたとしても多分大丈夫じゃなかろうかっていう勝手なる願望があるんだけどな。必修よ。知らなかった？いや知らなかったっすね。降ります。あいよ。にーん、やばいねー。ドーン。これ一発で開けてくんないのか。無理か。この時の敵の登場の仕方がちょっとかっこいいんだよね。ドンドンドン、ドレミって感じで任せてケロー。ドガーン。で無理、終わんない。あれ、ほぼ開いてんじゃん。もうこれいけんじゃないか。バーカイバエッソー。はい、外れた。ほい。あ、もう終わった。クリアー。あ、やっぱいけんだ、普通に。あ、いたいたいた。ほい。あれ？アシュリー出ておいで。あー、なんかみなぎってるやついるわ。みなぎり、みなぎり男子。あれ？でもここ敵は？あ、出ておいで。呼び方よ、犬かって。あれ、でも普通にまだまだ敵出てくんの。おお、やばい。ああ、あれ、両腕なくなった。両腕が取れるもの、サドラーみたいに。ああ、出た。すごかったよ、すごかったよ。終わった。あれ、あいつじゃないのか。上でなんか爆発資産したやつとまた別。ああ、なんだ、兄弟方だな。スケさんとカクさんみたいな感じかな。あの二人って兄弟なの。あちょんど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 ん。超引っかかる。ああ、そういえば強固体の撃破しに行かなきゃいけなかったね。そういえばね。行く、行こっかねえ。いいよ。もうなんか前回のさ、ゲームの時にさ、デルラゴ戦のパートの時に50分やってんだもん。いいよ、やろうぜ。行こう行こう。強固体一撃必殺でやっちまおうぜ。あ、ここ開けてなかった。Why not treat yourself, mate? いや、とはいえやっぱね、いきなりすぐ倒しちゃっても面白くないから、これでシコシコやろうか。これ戻るとこの敵っていなかったっけ。そうなんだよね、今回のバイオのさ、なかなか渋いなって思うところがさ、
と渋いってのはいい意味での渋いね、あのダンディーだったかって意味でさ、敵が再配置されてるっていうのがすげえかっこいいよね。今いた？いないよね。ほらあいつ、うりゃ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 、あいって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 、やばいなこれは。アシュリーを、ほい、救出して、I'm fine too, thank you. おいで。アシュリー、もうやっぱりもう余裕がないです。余裕めっちゃないです。あ、こっちおいで、こっちおいで。そう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 、なんかもっとこう、こいつを倒したからこそ得られる特別な宝があるのかと思ったら、単なる宝石だった、しょぼ。めっちゃ棒読みしょぼ。マジか。そんなレベルだったのか。まあいいや。なんかあの、強固体を倒した時にしか得られない、そのなんだっけ。依頼やっつけました。これで、あ、そっか、これでしか手に入らないマチルダとかパニッシャーも手に入れとかなきゃいけないじゃん。インテラスティングチョイスだろ、だろ、せやろせやろ。ここら辺とか手に入れとかなきゃいけないのかな。そうだよね。で、後で預けなきゃいけないと。で、改造、あ、改造っていいか。あ、でもマックス改造とかしてた方がいいのかな。まあちょっとよくわかんないけど、で、ちか、ペレス、こいつ、ちょっと。come back any time。 え、ちょ、送るんだ。マチルダとかやっぱなんか、タイムアタックじゃないけど、そういうので、やるときなんかにすごい重宝される武器っていうことは聞いている。なぜなら 50% アップだからね。これ単体にする方がさ、なんかあの、ハーブ2つ組み合わせて食うよりも、美味しいかもしれないよね。よし、じゃあ行こうか。さあ、待っててね、クラウザーちゃん。私と楽しく踊らないか。あれ？ああ、そっか。いい尻。どう、みんな。このシーン、あ、これなんか、お尻大きすぎて、こう、裂けた後みたいになってる。ってことは、アシュリーの白いパンチュ。ねえ、ほら、ジル・バレンタインのさ、バイオース、RE3 の時なんかさ、こうちゃんとブラ線が見えてたじゃないですか。なんかこれないんで、あ、ちょっと待って。両サイドにあの黒い線が見えてる。意外と黒い下着着てるんすか。興奮するじゃねえか。このように一番興奮するものっていうのはね、やっぱね、こうあの白と黒のオセロになることだよね。You know, I was thinking, we work well together, don't we? そうだな。I guess so. Right?Maybe someday I'll become an agent like you. レオンの目がもエロすぎる。獲物を狙う顔になってるもんね。That right. Well, either way, first we have to make it out of here. You're no fun. やばいやばい。目がもうなんかほんとつまんねえやつって感じの顔で見てた今。まあその通りなんだからさ。まあでも生き残ることが先決なのは事実だからね。そこはやっぱ。譲っちゃいけんでしょ。よしよしよし。おい、キック and キック and ターン。飛び越えるの。で、キック。オープンセサビー。ベベ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 ベ。ここなんだ。あー、これか。違う。琥珀搬入はいらない。え？ This must be what Luis was talking about. ここはなんか宝物あったっけ？あるな。めっちゃあるな。あった。ほい。やったー。ね、こんな琥珀搬入でさ、すごい、大切な場所にもかかわらず、急に爆撃を行う、アメリカ合衆国エージェント。やばいよね。それサドラーもさ、切れるよね。わしはただただ、なんか、活動を行っていただけなのに、急に爆撃されたんじゃって、もう正当防衛でもいいよね、確実にね。もう、これ、大丈夫かな。ねえ、もう正当防衛としか言えないというか、これ先にこっち行こうとしたら、あ、何も出ないのね。了解了解。じゃあやっぱこっち調べなきゃいけないだ。あー、ちょっと長くなってきたね。
大丈夫。この次確かクラウザーだったはずだから、ちょっと休憩。あの、ムービー見ながら休憩。ぬかずきたまえ。米ぬかかな？我らが摂理ほどなく。サンチョ、あ、なるほどね。サンチョってことはやっぱ奴隷なんだ。やっぱ今回もこいつその、カリスマだなんだって言ってるけど、スペイン人なんだね、ちゃんとね。違うでしょ。ボルデモート教、またの名はクリル先生だって。あ、何先生だっけ。あーもう、今回のレオン、ほんと気が短いよね。村長、サラザール、サドラ、全部にちゃんと一発ずつお見舞いしてるもんね。しかも目に当たっているという、なかなかの、お前の体が欲しいって、もうただのエロ親父。でここら辺がなんか今回ね、やっぱりちょっとそのホラー感があるじゃないですか、今回のバイオハザードって、あのね、原作の方に比べると。そこがやっぱすごい上手というか、うん、でそうなった時に、やっぱあのなんかちょっとコミカルな感じのサラザールだったりとか、なんか、英語をなんか軽々しくって言い方あれだな、淡々と喋ってるサドラーとかと比べると、この物々しい感じがね、すごくいいよね。やばいーカチン。実は知ってた弾切れであることっていうね。てかそもそもね、俺ハンドガン持ってねえんだわ。あれどうやって首締まってるもんね。なんであんな格好させてんだろうね。あれお手も縛られてるあれ。相当悪趣味だわ。まあ、とてつもなくあ、ちゃんとお手手は。ごっつって見た皆さん左の人の手。ちょっと2、3秒巻き戻して見てもらったらわかると思うんですけど。あのね、ちゃんとおっぱいあるのに、なんか手が男並みにごついんですよ。多分俺よりも一本一本の指長いぞ、今のやつら。えぐっ。まあ、外国の人っちゃね、まあ、特にお尻なんかはね、女性のヒップなんかはほら、日本人と比べるとね、うん、どうやってそれ、椅子に座れるのっていうくらいのね、サイズをした人たちがいるからね。いやー、いいね。鼻が詰まってきた。やばい。Sandler, you bastard. You bastard. で、こっちに行くことはできないんだよね、もともとね。ああ、退屈だなーって。そんなあなたに刺激をプレゼント。ほい。ほい。でも一応。どう、刺激あった？おー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 おお。ディーコン様がおる。あ、ディーコン燃えた。ディーコンよりもさらに刺激を与えよう。キック。いや、でもあれほんとディーコン様の役やってる人すごいよね。ガチで燃えてんだもんね。まあ、防火服着てるとはいえ。まあ、あれ、あの、気づいてる人も多いと思うけど、最初に現れてるディーコンと、あの、燃える直前のディーコン様ってちゃんとね、あの、耐火服着てるっていうね。だから急になんかマントみたいなさ、やつを上から羽織ってるから、それまで戦ってた格好よりも若干かっこよく見えるんだよね。うん。ということで、あ、そか。ここは、お宝。これがあれなのかな？サドラーがもらう報酬だったのかな？よし。やっぱ、難易度が高いと、金すごい稼ぎやすいんだね。バックナム。キック。おい。特に宝で取り逃してるものはないか。まあ、もみっきり取り逃してるなと思うけどね。で、ここら辺は特に必要ないというとこですね。大したもん残してないもんね。こっから血引きずってってどうなってんのってね。これもしかしてアシュリーの血なのかな？だってここを通ってね、彼らも行ってるわけだもんね。これ気になるな。何なんだろうな。今回あれ出てくんのかね、本当にあの、ダウンロードコンテンツでさ、なんか謎の戦艦があったじゃないですか、あの、エイダ編でさ。これなんて読むの ?Look Alive。あ、なんだ、英語だった。あ？これは何？ほら、普通さ、クッションってさ、発泡スチロールって言うからさ、あの、何の武器があったかみたいな跡とかあるじゃないですか。そんなの全くないもん。あ、違う違う、セーブしないよ。
戦闘中。いや、戦ってないです。ごめん。確かに、俺から戦闘の匂いがするかもしれないけど。で、とりあえず、いらないアイテムは売っていきましょう。そうなんです。素材入れるか結構、やっぱりね。結構、スペース取っちゃうからね。はい、こんな感じかな。A deal well struck. A deal, Stranger. ヒヒヒヒ。さあ、行こうか。大丈夫、生きてる。ギリギリ生きてる。なんとか生きてる。なんかあったっけ？ないか。さあ、ロケットランチャーを持った私を、サザラーでもない、サラザラでもない。誰だっけ、こいつ。クラウザーだ。もう全然バイオアイを感じないよね、今の発言で。誰だっけって言っちゃってんだ。心配。で、これ一周やって、自分のプレイをしっかり振り返ってみて思ったんだけど、クラウザーは、結局あれだよね、力でやっぱり戦わないと自分の大事な部下を失っていくっていうことに気がついたけど、手に入れてみた力が意外とこう自分のことをこう侵食し尽くして、なんとか終止符を打ちたいけど自分じゃできないから、レオンの力を頼ってなんとかやってくれと。で、しかもその力を与えてきたサドラーを止めるのはお前しかいないから、要は俺がやろうと思って、クラウザーがやろうと思っても、もう中にブラーが宿しちゃってるから俺じゃ倒せないから、レオンお前じゃないとできないんだって。な、多分レオンがその虫に侵されてるかどうかって知らなかったんじゃないかなっていうのがあるから。そうそう、だからまずはそのクラウザー自身を殺すことで、その覚悟を持ってもらって、でサドラに挑めよという最後の、まあ、戦いがあったんじゃないかなっていう、まあ、そんな見え方がするかなと思ったんですけどね。皆さんはどういう解釈しましたかね。他なんかなんとなくそんなイメージだったかなって。でも昔から嫌なやつだったかってことは上官としてキャーって感じだったのか。まあ、このざまか。Enough reminiscing. はい。すいません。Move out and draw fire, soldier. 最後の教練って言ってる時点でなんかそうだ。ああ、やばい。なんてね。そのムービーからこれに入るのがやっぱすごい。あ、痛い、超当たってる。あ、痛い。あれ？ここでのナイフの戦いはなし。声はめっちゃ聞こえてくるけど。カブトムシ。カブトムシって何の意味があるんだろうな。なんか食ったら体力回復するとか。あんまりよく分かってないんだよね。あ、一撃なんだ。全然ナイフで戦う気ないね、彼。めっちゃ期待してたの。まあでも、構えるまでの時間かかりすぎてボッコボコにされたけど。2、3、魔の尻尾。あそこかっこいいよね、あそこの最終の戦いのところね。でも原作の時さ、ほら爆発物陳列剤あったじゃないですか、最後の戦うところで。なんか2分くらいで戦わなきゃいけないみたいなさ。あれは何だったんだろうね。もし万が一クラウザーが倒せなかった時の彼なりの覚悟だったのかな。来るよね、ほい。そのセリフそっくり返してやるわ。油断しすぎやろ。油断しすぎた結果自分がやられてんだもんね。カピーン。で、奥行く必要はなくって。あいってなんだ？あ。シンプルに今、やられただけってこと？そういうことか。なんだ、自分が食らっただけだったの。覚えてる。超覚えてる。ほい。野獣でこんなマシンって設置できんのかね。確かここ行こうとしたら、こいって、あーって食らった、普通に。どこにいんだ、上か。うん。運に助けられましたよ。うん。で、登っていって、いまだにちょっとまだね、なんかどんなんだったっけとか覚えきれてないかもね。ここもいるのかな、すでに。ほい。これでやられてたら面白いけどな。まあそんなことはさすがにないよね。まあでももうあとちょっと。あ、いたいたのか。あれ？なんかめっちゃ増えてる。あ、やっぱ難易度が変わるとあれなのか。ほい。あいってー！くそったらい。
おる。なんかすげえ爆発してる。ん？これ近づいたらまたなんかあれ投げてくる？なんか勲章やるっつってさ、やっぱ勲章きたー。あれ勲章きたっつったけどどこ行った？あ、終わり？あ、そうっすか、そうっすか。どうしよう。マイカ、このまま進むか。行くないもんね。ほい。ほい。ほう。ほい。あ、いて。あれ食らってない？あ、来た。ほい。ほいった。あー、終わった。This is the end. 見ろ。なぜ俺が帽子をかぶっていたか。10円ハゲが止まらないんだ。これ喋ってる間に撃っちゃえばいいのに。なんであんなサドラーとかねえサラザールに対しては歓喜でブチ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 。あ、そっか、まだ覚悟ができてないからか。最後ナイフ突き立てるときに覚悟ができてるっていう、そういう一人一人のなんかこうキャラの成長具合がすごいよね。そんな覚悟、欲しいものは手に入らない。いや、もうパフパフはもう何度も手に入ってるから大丈夫っすよ。Between you and me. アシュリーなんとかって言った今。僕ね、英語できないからね。英語できないのにロサンゼルス行ってとんでもない目に遭いまくってきた。黒人に絡まれてパック言うって言われたのかな。190くらい。そんな話はどうでも。さーて、これ構えながら、これ何回出てくるんだろうな。てか、普通の敵も出てくるのかな。あ、でも普通の敵出てきたら逆にクラウザーの戦いの邪魔になるから、それはないか、さすがに。どこ行ってる？これが生体の力だ。あ、違う、下だった。やばい。あ、パリー。オッケー、パリー上手。今いたよね、足元。足いたよね。こういうなんかちょっとしたホラー要素をちょっとでもぶっ込んでくるあたりが、あのカプコンさんの本気を感じるよね。あーちゃん、あれ回避だった。逃げようとはしてないっす。むしろあの通り過ぎようとしました。すいません。なんか若干あれだよね、ヒステリックなキャラになってるよね。なんかもっとクラウザーってさ、ダークサイドクロニクルズの時とかもさ、すごい冷静なキャラだったじゃないですかね。それがなんか覚悟しろレオンってなんかさ、俺じゃんね。あー、上がってっちゃう。くそったれー。ねえ、そんな。俺様の力を覚悟して受け入れるがいい、みたいなさ。オッケー。いやー、甘いわーって。これ今どのくらいの時間経ってんだろうな。収録時間の方が心配になってきた。まあ、最近の技術はね、収録時間が長くなってもね。おい、くるっと、じゃあ秒で終わらせようか。おい、終わったわ、本当に秒で終わったわ。マジか。あ、そこまで。あ、すいません、なんか、で、あっけな。ごちそうさまでございます。いや、なんか、その目が、ちょっと、え、マジ俺の出番もう終わりみたいな顔してるけど。そうっすね。そうっすね。一思いにな。いや、マジか、本当に秒で終わったな。なんか、もうちょっとかかるかなと思ってたけど、そんなことはなかったね。さあ、悲しい。レオンとクラウザーの最後の訓練ですよ。なんか、あんたが学ぶ番だみたいなさ、ことを言ってたと思うんだけど、そんなワンシーンもなかったよね。本当に、やっぱり接近戦はナイフの方が早いかもしれないけど、最終的な攻撃力はロケランの方が強いっていうことを思い知らされて、なんかもう何の訓練なのかも分かんないままにこうクラウザーをやっちゃう。ああ、まあ、最後にこのな、新米ルーキーからレオンっていうのもいい感じだよな。これでお前もサドラーをやれるぜ。確かにこの状態でサドラーとクラウザー戦ったら意外とクラウザー勝つかもしんないもんね。ほら、クラウザーってナイフが弱点じゃん。ナイフだったらどこでもツンツンしたらさ、やっぱあなたやられてさ、あーってなるけど、サドラーだったらさ、そのクラウザーのね、おー、なんか死にかけてる。あ、しかも、アーマー破けてる。どういうことよ。くう。あ、これじゃダメか。
ね。だから、クラウザーのね、このナイフでね、ここちょっと腕ちょん切ってさ、で、それをさ、ぶっ刺してやりゃいいんじゃないかって。これ普通に。ほら、生きてる判定だもんね、狙えないもんね。これで死んだだろうけど。え、本当に死んでる？ほら、撃てないんだもん。確か死体って撃てたはずだよね。普通だったら。目閉じてる。あー。まあちょっと最後の教練ありがとうございました。はい。これでくぐって終わりってことですね。これ閉じるんだっけ？あ、閉じるね、そういえば。やっぱりこれクラウザ生きてんじゃない？で、あっちで出てきて、実は、ウェスカーの仲間でした、みたいな。でも、エイダにとどめ刺されて、みたいなね。うん。じゃなかったら、意味深にこんなクラウザーね、まあ、ここでピクピク動かないところがまたあれなんだけど、最後に立ててる膝がバタって落ちるとかあれば、なんかより、あ、やっぱ生きてんじゃんとかっていう演出になったかもしれないけどね。はい、ということで、ごめんなさいね。多分長くなった、はずです。収録時間ちょっと見てないからわかんないですけど、凄腕ガンマン。ん？マグナムで答え倒す。あ、そういうことね。で、多分36分やってるってことは50分近くやってんじゃないかな。はい。まあ、そんなところっすね。死亡回数はこれアシュリーやっちゃいました。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、次のパートもお楽しみください。ということで本日は以上です。またね、バイバイ。